どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんに新たなる概念をね、デュエルリンクスの高次元化してきましたよということを分からせていきたいと思っております。除去方法、モンスターとか魔法トラップの除去方法っていうのはいくつかあるんですけれども、除外とかコズミックサイクロンとかね、それから破壊、それから墓地に送るとかね、最近だと、出てきたりとかするんですけども、史上最強のね除去方法がね、デュエルリンクスにも実装されましてですね、このねエレボスさん、名帝エレボスさんの除去方法、ちょっと聞いてくれます？どうだっけ、丸1番か、このカードがアドバンス召喚に成功した場合に発動できると、除去効果です。手札かデッキから帝王魔法トラップを2種類墓地に送りますよと。すると相手の手札かフィールドか墓地の中からカードを1枚選んでデッキに戻す、選んでデッキに戻す、つまり対象を取らないデッキバウンスなんですよ。これ強くない？これめちゃくちゃ強いんですよ。要はその対象に取れないモンスター、破壊耐性があるモンスター関係ありません。そんなものは、そんなモンスター関係ない。デッキ選んでデッキに戻す、これで除去できないモンスターっていうのは大体、効果を受けないっていうモンスターのみです。効果を受けないっていう、だから他のカードの効果を受けないっていうモンスターでない限りはこのカードでどれでも誰でも何でも除去できます。これめっちゃ強いですよ。このテキストやばいでしょ。このテキストやっときたかっていう感じですけど、デュエルリンクスにね。でどうやって出していくかっていう問題があるわけですね。こいつの場合はまずそもそも8レベルだしね。打点はミカドっぽくて2800/1000っていうね、投票艇とか豪地艇とかと同じようなステータスになってるんですけども、ですね、要はアドバンス召喚できればいいんでね、エレボスが。なので今日はですね、帝王ってどういう、効果が多いかっていうと、墓地効果が多いんですよ。墓地効果が多くて、この辺の、この辺のモンスターっていうか、魔法トラップとかって墓地効果結構あって、例えば、この神言の帝王、これだと一応丸一番の効果で墓地の帝王魔法トラップをできる戻すよっていう2枚で戻してワンドローっていうことができるんですけども、これ使うとね、エレボスと神言でエレボス神言ループっていうのが一応、要は毎ターンエレボスをアドバンス召喚するみたいなことはできるんですけども、今日はですね、これこっちかというかは丸2番を使っていきます。このカードが墓地に存在する場合、このカード以外の帝王魔法トラップを除外すると、こいつが特殊ができるよと、モンスターとしてね。で、1000、攻撃力1000の守備2400っていうモンスターとして守備表示で特殊ができる。トラップカードなんで、相手のターンでも使えます、この効果は。で、これでアドバンス召喚素材を、確保していったりとか、あとこれレベル5なんですよ。なので、レベル5で、2とシンクロして、7とかね。この辺の7とか、7とか。あと、1とシンクロして、6とかね。こういう、シンクロの次元も組み込んだミカドデッキ、こんな感じのデッキになってます。で、あとはやっぱ2体分のアドバンス召喚素材になれる神言の帝王、資源の帝王、これ手札1枚してるとその属性宣言して、その属性 のモンスター特殊召喚する場合は、アドバンス召喚する場合は2体分になれるっていう、要はなんかそのあれですわ、終焉の炎みたいな感じなんですよね。そんな感じの2体分になれるよっていう効果を持ってるんで、これとあとこの再臨の帝王、これ墓地のなんか攻撃力2400、守備2000っていう、条件指定されてる、ミカドステータスって言われてるミカドステータスのモンスターを特殊召喚できて、でそいつをリリースしてアドバンス召喚する場合は装備モンスターが2体分にアドバンス召喚になれるよっていう、だから再臨の帝王でそのミカドを蘇生するとエレボスはそのモンスターを1体リリースだけで出るんですよ。召喚権使ってないからすぐ出せるしね。だからこれが結構強いんですよね。この辺のジギミックを使ってやっていきます。で、どうやってじゃあ墓地のアドバンテージ稼いでいくかっていう話なんですけども、これは結構簡単で、例えば芝刈りですね、芝刈りとか、あとはライトロードライラとかハンター雷光とか お父さんね、お父さんとか、あとはゴズキとかね、この辺のモンスターでアドバンテージをなんとか墓地アドバンテージを稼いでいく。でゾンキャリ落とすこともできるし、牛はグロップブルーム落としてブルームで墓地を変えると自身除外してできたらアンデッドとか持ってこれるんですよ。だからこのエレボスは持ってこれるし、でエレボスは結構強いのが
その墓地にエレボスがいる場合、手札の、帝王魔法トラップを1枚捨てると、これ回収できるよ、まあ、これじゃなくてもいいんだけど、ミカドステータスのやつを回収できるよっていう子が持ってるんですよ。だから簡単にアドバンス召喚でやられちゃった後もすぐまた手札に持ってこれるんで、またアドバンス召喚を狙いに行けるんですよ。で、召喚剣使わないで横に並べるのは結構簡単で、神剣とかそのゾンビキャリアとかで横にパパって並べたりできるんで、まあ、もちろんシンクロもできるし、アドバンス召喚にもできると、素材にもできるということで、結構面白い動き、結構トリッキーなんですよね。トリッキーな動きしてますかなり。で、最後にこれね、これそこそこ使うかなって感じなんですけど、帝王の陶器、自分のフィールドにミカドステータスのモンスターがいるとセットカード破壊できます。で、さらに墓地にこいつがある場合は、また帝王魔法トラップを除外するとまたセットカード1枚破壊できる。だからギャラサイみたいな感じで墓地効果もあるし、あのセットカード破壊もできるよっていうことで、結構強いんですよね。で、この辺のその装備魔法、あ、そうなんですよね、帝王の魔法トラップはエレボスで墓地にあのガンガン送って利用していくみたいな感じですね。はい、早速このね、対象に取らないデッキバウンスという新たな概念をね、皆さんにお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手、よし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 、上振れた、芝居ちいこう。あ、結構強いね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、結構いいじゃん。あ、いいじゃん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 、いいよ、なかなかいい。これはで、こうして、で、ゴズキ効果でこれブルームでいいか、ブルーム落として、で、ブルーム効果でパイセンを持ってきて、パイセン持ってきて、あー、なるほどね、まだいいかな、まだ6シンクロする時間ではない、まだ焦る時間ではねえ。カードを1枚セット、ターン終了。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。あとはなんかあれだな、2体分のリリースかなんかを用意したいな。霊獣ね、オッケー、霊獣ね、カンナから入るやつね、橋本カンナさんから入っていく。橋本カンナ入りはあんまり強くないっておじいちゃんが言ってた。橋本カンナホーク入りはあんまり強くないっておじいちゃんが言ってた。あー、それは霊獣のなんかあれでしょ、あの蘇生するやつね、バトルアイズなんまいい。神言の帝王、神言の帝王で、墓地の帝王魔法トラップカードを1枚除外することによって、このカードをモンスター扱いとして特殊召喚していく。さらに俺はデッキトップ見てからの、なるほど、この J はなんだ、これはなんだ、なんかあれ、多分レイジューのね、そうすると引かないんだよね多分。ちょっと、まあ、とりあえず陶器からいきますか。陶器からいきます、ゾンキャリからいきます。これゾンキャリから行ってブラロするか、そっちの方が早いな。ゾンキャリ行って、で、デッキトップ置いて、はい、で、ゾンキャリ特殊召喚して、で、全部ぶっぱして蘇生できなくさせてからの、あー、なるほど、狡猾落としたな、オッケーオッケー、狡猾落としたな、オッケー、狡猾把握、あ、オッケー。で、ゴズキ効果は使わないで、オッケーで、まだまだ出ていける。じゃあですね、まず帝王の陶器発動しましょうか。帝王の陶器発動して、帝王の陶器除外することによって相手のセットカードを一番破壊していく。で、これは多分あの蘇生やつ、よし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 、オッケー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 。で、神言の帝王発動、手札1枚捨てることによって闇属性を宣言し、このモンスターは闇属性モンスターをアドバンス召喚する場合2体分のリリースにできる。そして俺は2体分のモンスターとして資源の帝王をリリースし、名帝エレボス様アドバンス召喚し、エレボス様の効果発動、デッキより帝王魔法トラップを2枚墓地に送ることによって相手の手札か墓地かフィールドのカードを1枚選んでデッキに戻す。ぜー、最強すぎ、最強すぎ。これは別にいいや、これ守備表示でしか特殊ができないんでね、攻撃表示できたら最強だった。おいおいおい、オッケー、つえデッキバウンス、つえデッキバウンス強すぎ。デッキバウンスってやっぱ最強やわ。選んでデッキに戻すってパワーワードね。あ、なにこれ、あー、霊獣を除外して霊獣特殊か、なるほど、面白いカード入ってんな。はい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 、オッケーです。
オッケーオッケーオッケー、把握で、カードしまセットで、それも蘇生ヤーツだな、それ蘇生ヤーツやからドローして資源のやつが出てくるから、これはですね、あーんといろいろできるないろいろできるな。いやでもさすがエレボスか、エレボス、エレボスですね。で資源捨ててエレボス持ってきて、でエレボスさんはですね、皆さんアドバンス召喚したモンスターだったらそいつをリリースしてアドバンス召喚することもできるんですよ。皆さん知ってますか。ちょっと選択肢多いんで考えます。震源の帝王を出してもいけんだよな。どうしよっかな、まあ、でもリソース残しといた方がいい気がするんだよな。エレボスでいっか、エレボスでいこう。エレボスはエレボスをリリースして自身をアドバンス召喚できるぜ。そしてエレボスの効果、デッキより帝王魔法トラップカードを墓地に送ることによって相手のフィールドおよび手札および墓地のカードどれか1枚を選んでデッキに戻す。バトル対戦ありがとうございました。新概念をしっかりと分からせていく。さあお相手の方、ジャック・アトラス選手よろしくお願いします。デュール3倍よし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 。あとはもうなんかこの雷光にかけるだけだ。雷光のデッキトップのオチをにかけるだけだ。あのね、芝刈りが引けないとやっぱりどうしてもね、その墓地のリソースが足りないっていう問題が発生するんで、ちょっとその辺は難しいですね。まあ、とにかく墓地にリソースをかなり送っておくことで帝王ってかなり動きやすくなるんですけど、墓地から出てきたりとか墓地のカードを除外したりとかっていう効果が多いんでね。なんでまあ墓地肥やしが、まあ、ある程度必要ですね、基本的には。まあもちろん確定で落としたりする、あのそのエレボスでね、エレボスで確定落とすっていうのはもちろん必要なんだけども、あーんと、あー、シングルデッキか、オッケー、よかった、グリガンじゃなくてよかった。これはあ6シングルか、先に、はい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 、何ですか、デーモンの将来、あ強いですね。これ確か対象に取れねえんだよな、デーモンは。あーオッケー、最初に取れなくて、なんか破壊されたらデーモンの召喚が出てくるっていう、なんか超ロマンカードなんだけども、こいつはね対象に取らないんですよ、デーモンの将来さん、すいませんね。グロップブルームか、ブルーム効果使うか、ブルーム効果使ってエレボス様持ってきといて、あーデーモンの召喚は出てくる、デーモンの召喚が召喚されていく。2500をバチコリと食らっていく。あと1500、やばいななんか来い、いやーいやー、墓地リソースもない。あでもこれ一回、あ待て待てよ、これで確か墓地に資源が落ちてたから捨てればいけるわ、捨てればいける、いける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 わ、墓地が出てくるわ、いけるぞ、いけるいけるいける。でウィンでいこうかってレベルが上がっていく、まあそれは問題ない、オッケー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 。いやでもなんだかんだ多分ね、なんとかなる、なんとかなるとは思う。あーまだいっちゃう、あ今それやっちゃう。7シンクロですか、7シンクロ、7シンクロですか、9シンクロですか、それともどっちでしょうか、デストロイサムライですか。まあでもこれ、まあ、フリーチェーンなんでね。あーんと薬中ですね、薬中ですね、薬中が出てきて、薬中効果は先に送っとかないといけないか。でこうしてね、効果で先送っときますか、こうですね、でこうですね、でドラッグで破壊されていくが、あ、オッケーです、それは問題ございません。でなんとか震源で耐えていく、よし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 、生きろ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 、よしオッケー、ライフ残った、ありがてえ、よーし生きた、生きろ、そなたは美しい、インチキドロー発動、すっよし、なんだこれ、サイリンの帝王発動で、ザボルグ召喚してザボルグリリースしてエレボス様をアドバンス召喚、エレボス様の効果発動、デッキより墓地に帝王魔法トラップを2枚送ることによって相手のフィールドまたは墓地または手札のカード1枚を選んでデッ
ゲリオダス戻れ帰れしょらまだいいか、まだいいな。バトルですね、普通にバトル。はい、オッケー、はい、オッケー。ちょ、300しかねえの、ちょっと危ねえけどな。300しかねえの、ちょっと危ないが、さあジャック・アトラス選手どうするんでしょうか。この最強のエレボスパイセンの前にひれ伏しております。ドラッグオンバーミリオンはお家に帰りましたお家に帰りました。ドラッグさんはドラッグストアに帰りました。さあどうするんでしょうか。手札3枚で何かできるんでしょうか。そしてなんかこいつを処理したとしても墓地からまた、資源の神言の帝王は蘇ってきます。あれ、セットカードですか。それは甘えでは、それは甘えだということを分からせて差し上げますよ。帝王の闘気発動、帝王モンスターが存在する場合相手のセットされたカード1枚を破壊していく。そしていけ、ライトラのマーシャン、ライラ召喚、攻撃機、イエー選んでデッキに戻すというパワーワード。さあお相手の方、石津イシュタール選手、よろしくお願いします。デュエル3枚、反応はそこそこいいですね、そこそこいい、オッケー。これは問題ないな。まああとはまあ墓地の打ち方によるかなといった感じなんだが、墓所封印、なるほど、墓所封印は若干めんどくさい。ドロー、ゾーンキャリー、オッケー。まあそうですね、マジシャンライダーからいきましょうか。でこうしてエンドですかね。なんか落ちてくれ。あ、エレボスか。エレボス落ちた。エレボス落ちた。エレボスが落ちていく。で、雑貨商人がリバースされていく。雑貨商人はやばいぞ。ちょっと待って。やばい。え、俺死ぬこれ。ちょっと待って。落ち着いて。ちょっと。おい、このコロムシ、クソムシ。落ち着け、落ち着け、落ち着け。やばい。やべ、めっちゃ落ちてる。うわぁ、強植物。死にそう。死にそう。幻。いやー、これやばいな。でキノコ、これは発動、これちょっと遅かったか、発動すんの、発動すんの遅かったパターン、これ、これあれ、あでも同じか。結局これ手札捨てらんねえんだよな。手札捨てらんねえよ、これやべえ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 。あれ、これ今もう一発早いタイミングで打ってたらダメなんですよ。これやばい。あ、でもいけるか。あれだ、エレボスの効果あるわ。エレボスの効果があるから、エレボスの効果で一応ですね、あの神言を墓地に送るっていうことはできるんですよ。なんでか知んないですけど、これなんかね、これあれなんですよね、これね、なんか相手ターンでも使えるんですよね、この効果。これなんでなんだろう。これなんかこの効果は相手ターンでも発動できるって書いてある、これあの最強テキスト。これでなん か肉壁はできるぞ、肉壁はできる、なんとか。ちょっと頼む、耐えろ。ちょ、そこまでにして、お願い、そこまでにして。あー、なにこれ、あーちょ2体にしといてくれ、頼む。もう2体でも、待って、でも強植物あんだよな。強植物があるんだよな。いやー、これワンチャン耐えねえかな、これワンチャン生きねえかな、俺。え、これ俺死ぬ、これ俺死ぬ、これ俺死にますか。あー無理ーあーちょっと、バトルステップ、墓地の神言の帝王の効果発動。俺は神言の帝王を除外し、このモンスターを肉壁として特殊召喚できる。ストップ、アタック、アタック、ストップ。知ってた。おい、やっぱあの葉っぱさ、牢獄戻れよ。